とうございます。今日は京都府総楽郡精華町に来てます。今いる場所は木津川にかかる平木橋です。対岸は木津川市になります。精華町の端から端まで歩いて横断しようと思います。なおこの旅にスイーツ要素はないのでご了承ください。それでは行ってみましょう。今回の行程は約8キロ、途中近鉄京都線と JR 学研都市線を越え、線路沿いを歩き放送の駅へ、そして精華町役場を通り山手幹線を南下、精華大通りを西に進み、光台の住宅街を通り抜け、すっろう精華町店付近でゴールといった工程です。寄り道や休憩を取りながら進んでいきたいと思います。この辺は田畑が多くのんびりした雰囲気です。このまままっすぐ行って近鉄京都線と JR 学研都市線を上から見てみましょう。まずやってきたのは JR 学研都市線の321系電車。2005年にデビューした車両で7両固定編成。デビュー当初は学研都市線の放送の駅近辺には入っていませんでした。ホームの長さが4両分しかなく、7両固定編成なのではみ出してしまうためです。ホーム延長工事が終わった2010年に乗り入れが開始されています。続いて207系電車がやってきました。1991年にデビューした車両で最初にこの学研都市線に配置されました。4両足す3両で運転されており、ホーム延長前は松井山手駅や京都鍋駅で3両を切り離し、4両編成で放送の駅近辺を走行してました。207系にも7両固定編成が1つだけありましたが、2022年に引退しました。そして手前には近鉄京都線、近鉄特急や通勤車両、京都市営地下鉄の10系も走行しています。近鉄京都線は複線で列車の本数も多いです。振り返ると広大な田畑が見渡せます。建物が少なくすっきりしていて、木津川市の山々が一望できます。鉄分補給も済んだので先に進んで放送の駅を目指しましょう。放送の駅に向かう途中、こんな看板を見つけました。現在近鉄京阪奈線が学研奈良富ヶ丘駅止まりになってますが、その先の延伸ルートを近鉄新放送の駅にしようと促進する看板です。精華町広報 YouTuber 兼ボイスロイドの京町精華さんもいますね。精華さんの動画を見て精華町を見てみたいと思い、歩いて横断しようと決意しました。まだまだ序盤、ここからどんな景色が見れるのか楽しみです。京阪奈新線の新放送への延伸実現は、放送の駅のバス乗り場に着きました。ちょうど学研奈良富ヶ丘駅のバスが発車します。奈良交通バスで放送の駅と学研奈良富ヶ丘駅は結ばれています。ラッシュ時には連接バスのイエローライナーカレンも運行されています。この先にある京阪奈学研都市方面への需要に応えるべく導入されました。全長18メートルある車体は従来の路線バスよりも約 1.5 倍多くお客さんを運べます。バス乗り場の裏から放送の駅を見ることができます。207系が京都鍋方面に向けて発車していきました。私も精華町役場方面に進むことにします。放送の駅前交差点を曲がると精華ガーデンシティがあります。放送の駅とは歩道橋で結ばれており、スーパーなどいろんなお店があります。まっすぐ歩くと精華町役場に到着です。撮影日は平日なので精華さんが働いているといいな。役場前交差点を曲がり山手幹線を南下しましょう。行ってらっしゃい。しばらく歩いていよいよ精華大通りに入ります。精華大通りに入りました。広い歩道、片側2車線の道路、メタセコイア並木、とても立派な造りです。見た目がいかにも研究所みたいな建物が現れました。とある術のインデックスに出てきそうです。たくさん歩いたので京阪奈記念公園で休憩です。
水の流れを見るとなんだか癒されます。少しベンチに座って休憩です。公園を出て国立国会図書館関西館に来ました。休館日でした。休館日でした。気を取り直して次行きましょう。京阪のプラザまで来ました。ホテルも併設されており、京町聖火ルームもあったそうです。どんどん進みましょう。左側に光台の住宅街が見えてきました。まもなく聖火大通りが終わります。光台交番前交差点を曲がり、聖火町道ザクロ東畑線に入ります。ザクロ東畑線に入りました。未来的な雰囲気から綺麗な新興住宅地になりましたね。歩道も整備され歩きやすいです。しばらく歩くと下り坂になります。山を切り開いて作られたため坂が続いています。坂の途中で近鉄京阪の線の姿が見えました。聖火町からも京阪の線が見えるんですね。今は学研なら富ヶ丘駅止まりですが、新放送駅か高野原駅、どちらに接続するのか、それともこのままなのか、まだ延伸計画がないため今のところ不明です。大阪メトロの車両が生駒駅方面に向けて発車していきます。あの辺りも山を切り開いて作られたので高台の上に高架を作ってます。坂を下り終えてゴール地点の聖火町店に到着です。すぐそこは奈良県生駒市。ここまで約4時間休憩を挟みつつ無事にたどり着けました。広大な田畑、未来的な学研都市、綺麗な新興住宅地、景色の変化に富み飽きずに楽しく歩けました。また違うルートも見てみたいですね。次回歩くときはレギュレーションスイーツを堪能しながらリアルを楽しく歩きたいと思います。それでは戻りましょう。放送の駅になんか来た。国立国会図書館だ。京阪のオープンイノベーションセンターだ。放送の駅だ。無事に到着できました。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。最後バス挽回。